はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号1会なんですけど、今日は3本用意しております。はい、佐渡島から、今夜も佐渡島からお送りしております。当店、まあ、佐渡島ですから扱うとる商品は佐渡の酒全般で、おすすめするもんは、おすすめする酒っちゅうたら、純米酒です。そりゃそうやね、米と水からできた純米酒で、あとは新潟県外の酒を扱うとります。おすすめしとる、まあ扱うとる酒、県外の酒も純米酒ですし、今日はここに、焼酎を2本、熊本の焼酎を2本と、佐渡の吟醸粕から取った、米じゃなくて粕取り焼酎を1本、こうやって3本並べておりますが、まあ、基本的には佐渡の米からできた酒を扱っております。今日はおすすめこの3本セットなんかはどうでしょうか。こちらは豊永酒造の、米焼酎、まあこの辺は熊本のこの辺の焼酎を総称して熊焼酎というそうなんですが、この熊焼酎、豊永酒造の、5年熟成酒、シェリーダルで寝かしたちょっと色のついた、まあ、まあ、うまそうな色のついたうまい酒です。シェリーダルの香りっていうんですか、あとは飲んだ後味がすごい甘みがあって爽やかな、まあ、あの甘みがあるって言っても焼酎の甘みですから、焼酎で甘いって言ってもベタベタ口に残るもんでもなく、スーッと入っていって、なんか綺麗な、本当に甘い感じ、まろやかな感じの5年の熟成酒です。で、真ん中のやつは佐渡の北雪、北雪の黄金波っていうのは、吟醸粕から取って、超音波熟成でこう寝かした、これはまた吟醸酒のさらに上を行くような焼酎でありながらいい酒の香りのする米酒、粕取り焼酎です。本当にいい香りがあって、次は、同じ熊本の、瑞穂っていう米焼酎なんですけども、これもさすがにやっぱり米だなっていういい香りのある、米のいい香りのする、まあ、やっぱり吟醸酒、日本酒っぽい香りがある、後味すっきりの甘さも何にも残らんような焼酎ですから、まあ、すっきりする米焼酎です。この3本セットを、今日はおすすめします。まあ日本酒と違うところはあれですね、飲み終わった後の、まあ、杯というかコップでも何でもそうなんですけど、次の日に飲み終わった後のこう見てみると何にもベタベタが残ってねえってとこですよね。まあ、日本酒だとどうしてもそこにベタベタがのべたりと残るんですけど、このベタベタがねえっていうのは本当に蒸留酒のいいとこなんでしょうか。もう飲み口がすごい爽やかで、違う、まあ、軽快で甘さが喉に残らんもんですから、特にこっちのこう熟成したやつなんかだと、まあ、ついつい飲んでしもて、まあ、アルコール度数は25度あるんだけど、その25度を感じるもんだからついつい飲みすぎてしまうっていう危険性はあるけど、そこさえ気をつけて飲めばすごいいい3本セットではないでしょうか。焼酎出来たてよりやっぱり寝かせた味の方が、まあ、日本酒もそうなんですけど、出来たてよりは寝かせてまろやかにした方がうめえなと、できればぬる燗にして飲むのもいいんじゃねえかと思います。はい、いろんな酒をぬる燗してやっておりますが、なんせ酒弱えもんですぐ酔ってしまいます。はい、皆さん弱い人強い人いくらいろいろおるかと思いますが、まあ酒の量は自分に合わせて飲んでみてください。今日はこの3本セットのご案内でした。次はまた違うものを燗してやってみます。
以上、佐野伊藤酒店晩酌1号1会でした。